分かんねえ。山本やつら動き揺れてるから今あれへん。あいつらが何してきたか分かってるやろ。さあ、ふざけてるんか。今回は十分な報酬は払えんで申し訳ない思てる。これを手に入れるのにどんだけ大変やったか分かるか。たけし、これでええんちゃうか。俺らはな、暴漢グループに追われたんや。せやのに厚かましくもねぎろっちゅうんか。たけし、まあ聞け。レッドマーケットの移り変わりが激しいんや。心臓はもうあんまり価値ないんや。なんで今になって言うんや。今回は支払いができんでほんまに申し訳ない思てるけど、代わりに商売になるもんがあるで。心臓や、欲しいやつは5万通る。アホみたいに高いからな。俺に心臓ちょっと残酷や思わへんか。そんなことかもんでいいんちゃうか。俺の取り分はもらうで。たけし、アホな真似すんなよ。どうぞ。あ、久美子、いらっしゃい。どうも。今日はどんな具合？何も変わらへんわ。そっか、明日は喋ってくれはったらいいね。うん、高血圧予防のキーナプロラグ 20mg。 はい、いつものね。たけし。あ、ごめん。来るんやろ。俺の気が変わらんうちにな。機嫌直してくれると思ってたわ。あんまり心配することなかったのに。だってほんまに犯罪者なんやろ。自業自得やで。次郎、俺らもそうやで。まあけどそれは違うわ。俺らは人助けをしてるんや。命救ってるんやから。かもしれへんな。山本さんが言うてはったように、俺らは二人のロビンフッドやね。金持ちから臓器をもろて貧しい人にあげてるんや。今日の患者は誰や。また山本を怒らせてくるか。どうやろう、山本のとこが連れてきたからな。誰かは言うてくれへんかったわ。謎めいてるからゾクゾクするな。始めようか。どういうことや、なんで奴が知ってるの。たけし、悪い。お前が辞める言うてから山本はお前を信頼できるかどうか確かめたかったんちゃうかな。山本はお前が言うこと聞いてくれへんかったら次はお前が手術台に乗ってもらうことになるけどな。恨みはないんだ。
足に手術やったんで、次郎が休みたいと言い出して。俺が豚の心臓を見て分からん思たんか。おい、もう俺のこと消せた思ったやろ。お前どこや。何のことや。女や。どこにかこしない。何の話や。女やったら死ぬ。何飲んだよ俺。確かにお前のことつけさせてもろた。俺らの仕事はそれぐらい慎重に進めなあかんねや。まあお前の彼女まで巻き込んだのは悪いと思ってるけどな、お前の行動はちょっとおかしかったんや。どっちにつくんか確かめたかったんや。やれ。やめろ。嫌だね。なんでクミコに構うんや。もしお前がちゃんと手術してくれとったらどうでもよかったけどな、お前のおかげで俺らが何者なんか、どこにおるんか、どんな手術してるか知られてもうたんや。彼女はお荷物っちゅうことか。やっとわかったんか。何時や。10時半か。お前のお母さんそろそろ薬切れる時間やろ。はい。お前はこうやって寝てるだけでお母さんは誰にも薬飲ましてもらわんで死んでいくんだな。たけし、もう一人やっつけたから。どうしよう、救急車呼ばな。もういい、もう遅い。そんなこと言わんといて。大丈夫。母さん行って。母さん薬がいるんや。いえ、知ってるやろ。俺にはまだやることがあるね。